あらーちょっとうわっもう声出さないですか、はい、寝てますわ。ほんまやな。あ、で、僕寝とこうか。寝てるもん。うん、頑張って。来ましたよふうたくん、こうたくん順番を並んで、つぶちゃんもやってきました。フレスポの春日井というところで、ワンちゃんのイベントをやってるということなので、はい、あ、じゃあ行ってきます動画大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございました。はい、じゃあ名古屋に着いた途端、まるくんの、ファミリーにお会いしました。ありがとうございます。みんないらっしゃるんですか？ここでもう覚えてますわ。僕らも犬休み店っていうなんかその展示会で呼ばれたと多分ここでした。やばいな。え、これイクラちゃんやん。あ、イクラちゃん来てはるんですか？来てないですか？うわ、イクラちゃんおるやん。いや、これめっちゃ、イクラちゃん来たよ。花ペチャ店にやってきました。ちょっと順番を並んで、旦那に会いに行きます。つぶちゃんもやってきました。68番ゲットいたしました。何番に呼ばれるのかちょっと分かんないですけど、ただこれしてればいいよ。触っていいですか？どうぞ。触っていいですか？はるかちゃんとはるたたん、はるたくんとひなたです。ひなたちゃん、こっち女の子です。ひなたちゃん、かわいい。こっちが男の子、はるたです。はるたちゃん、ひなたちゃん、長崎から来られたらしいです。長崎です。そうだね。いつ来られたんですか？一昨日長崎から京都に入って、はい、で京都で一泊して朝から今宮さんに今宮チャレンジして、はい、で父ちゃんと天ちゃんに会って、はい、朝から朝4時半から。じゃあプライベートで会われたんですか？そうです。あの今宮神社は散歩されるので、はいはいはい、だから来るかもねって言って朝4時半から待って5時半に来たから、そう1時間張り込みしたので、ね、でその足で名古屋に来て、昨日から名古屋で今一泊して、今に今日の朝ここに来た。何時に来られたんですか？今日の朝は何時だったかね。でもちょっと遅くなんですね。9時ぐらいか。9時ぐらいか、うん。車で長崎から車で何時間かかるんですか？今回でも早かったね。12時間ぐらいで。おかしい。いや、まあでも実際天国にね会えるってなったら、そうです、おかげさまで楽しかったね。仲良くさせて、トモさん来てくれましたよ。
いいですかこれ回してて、あの流しても大丈夫。いいですか。あ、わざわざシーコレアの大反響。いやいやいや、こちらこそ。いやいや、ありがとうございます。しゃもう声出さないですか。はい、こういう嫁パカ。こういうキャラで嫁パカでやらせて。あ、天国。もう無理ですわ。寝てますわ。もうやな。あ、天国寝とこうか。いや、今日ね、今日一人で、今日ね、たまたまそこで、うん、あの仕事関係のイベントやってたんです、で、あ、名古屋行くわと思って、うん、で、やってはったから、うん、調べたら、うん、めっちゃ近いやんってなって、うん、で、抜けてきたんですよ、今。マジか。はい、で、あ、そうか、あ、これで、あ、よかった。そう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 、もう疲れても、頑張って、寝てるもん、頑張って、今回よろしくです。何時間を2日に分けて、まあちょっと海に負担ないように。めっちゃおもろいなこれ。なんなこのシュールな絵。これ何ですかそれ。扇風機。あ、扇風機。暑いですもんね。暑いから。暑いって言うから。いやー。これなんか時間決まってるんですよね、確か。そう、2分ずつぐらい。じゃあ頑張ってください。ありがとうございました。あの顔、ありがとうございます。じゃあね、天国バイバイ。はい、というわけで、突撃してきました。ちょっと無事に会えましたんで、これから最後残り明日もあるみたいなんですけど、頑張っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。じゃあねー。はい、トモさんに案内していただいて、いろいろしていただきまして、はい、ありがとうございました。とんでもないです。楽しかった、ありがとうございます。バイバイ、またね。はい、フレスポの春日井というところで、ワンちゃんのイベントをやってるということなので、ちょっと近くにねいたんで覗きに来ようと思います。あ、ワンちゃん結構いますね。おー、こんにちは。あ、結構人いらっしゃるんですよ。人数だけじゃないんで、はい、連数動きここ、愛知県ですよ。はい、ちょっとイベントがあって X は見ましたけど、はい、天保くんに会ってきました。あー、こんにちは。びっくりでしょ。びっくり。じゃあ何回かその旅行行ってたけど、まさかここに来るとは思ってなかったから。いや、意外と20分ぐらいやったんで。びっくり。いや、なんかちょっと行ったことないし、一回行っとこうかなと思って。今日帰られるんですか。はい。奈良に。奈良に。あ、でも京都経由で帰ったら1時間ぐらいなんですよ。はい、え、車。いや、電車です。新幹線。じゃあ今からまた名古屋駅に。いやいやいや、そんな、いや、嬉しい。すばれ。ちいちゃんがそっか、ちょっと暑い。あそこでワンだらけで用意してます、はいはい、こんなお店出されてるんですか。え、これ動画いいですか、撮ってる。ありがとうございます。テンポくんの鼻ペチャ店が目と鼻の先でやってたんで、見に行ってたら、はい、皆さんここでなんか集合されてたんで、あ、じゃあ行きますって。お母さんに聞いて、来るんですか。あ、こんなんあるんすね。
わらび餅ドリンクは入らへんね。入らへんでか。だしカレーハーフ食べてみよう。え、な、プーリンソーさん。え、ワンちゃんの名前なんでしたっけ。クーちゃん、テンちゃん。あ、そうや。この下に、そこにね。クーちゃん、テンちゃんいないんですか。今日は連れてこれなかったですね。あ、暑くてやっぱり。フランクフルトは日本。はい、ありがとうございます。こんな感じ。あ、これ缶をついでくださるんですね。缶は泡が綺麗にできるっていう。じゃあいただきました。いただきます。あ、パパさんについでいただきましたんでもう一杯いただきます。じゃあフランクフルトが今出来上がりました。ありがとうございます。プレスポ春日井無事終了です。今からスバル君のところに送っていただきます。ありがとうございます。助手席に乗せていただけるそうなんで乗ります。はい、またね。ありがとうございました。レッツゴー。スバル君のパパに送ってもらってます。マジでほんまにありがとうございます。、はい、これ超レア超レアと思うよ。